仮面ライダーメモリーオブヒーローズ前回の追加でプレイしていきましょう。さてこれをバン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 破壊してどんどん先に進んでいきましょうか。よし、よし、待てよ2だぜ。あ、そうだ、わかった。仮面ライダー変えとこうか。レベルもね、ジョーカーちょっと使っていこうか。お前の罪を数えろ。正直フォームチェンジでのなんだろうな、攻撃の強さがさ、俺の主軸だからさ、進めるぜ。あんまりフォームチェンジがないライダー使うのもな、難しいんだけどな。ここは一体どういうエリアなんだろう。ここは旧居住区、市街地の完成とともに閉鎖されたことになってるみたいなんだけど。ことになってる。この後輩ぶり、どう考えてもコアエナジーによる汚染が原因だな。電電センサーの数値でも遠心を解いて長時間いたら危険なレベルだね。そうとなれば長いわけ。建物も多いし、ここは手分けして探索し。中心のコアエナジー数値がとても高いみたい。そうと分かれば周りからしらみつぶしに調べていきましょう。よし、じゃあさっさと行くか。本当にゼロワンが便利屋さんみたいになってんな。あら、オッケー、仮面ライダー変えたのに変えたのにすぐ戻す。さあお前の罪を数えろ。よし、お、敵か。あー、これな、電気まとめて、やばい。よし、よいしょ、よいしょ、OK、 よし、ライダーパンチ、ライダーパンチ OK。 で、さあ消そう。今かけてくれ。よいしょ、直で言ってこいやじゃあ。よいしょ、オッケー、ふい、止められるもんなら止めてみな。よし、ふい、オッケー、よし、どんどん先進んでいこう。お、レベル上がった。各フォームって言ってもな、これしかないもんな。アーマー攻撃力、アーマー攻撃力か、上げてもいいけどな、なんとかなるしな。よし、先へどんどん進んでいこう。オッケー、よいしょ。ほんと荒廃してるっていうかさ、このボッコボコのところで生活するのは結構きついよね。自転車とか乗れないしな。あ、すごい、すごい待ってくださってるけど。よいしょ、オッケー、ほい、オッケー、よし、倒した。よいしょ、止められるもんなら止めてみな。危ない、あ、あれか、クジャクか、クジャクのあれか。よし、オッケー、あと一体クジャクがいった、なかなかだな。よし、下げ進もう。ここは俺に任せて。え、ま、任せようと思ったんだけどな、ごめんね。よいしょ、つい殴ってる方が強いんだよ。よし、オッケー、よしよし、オッケー、あともうちょい、
よし、どんどん先へ進んでいこう。本当にこれは酒だな。よいしょ、すごい待ってるけど待たなくてもいいのにな。来いよな。あ、これもともと公園だったんだ。ベンチかと思ったらこれあれか、シーソーか。昔めっちゃ遊んでたな。シーソーって何が楽しいのか今だと分かんないけどさすげえやってたな。あれ思いっきりさ、下に行くと浮くんだよね下に行くっていうか、あの浮くのがちょっと楽しくやってたな、いろいろ。いった、よいしょよいしょよいしょ。危ない危ない、ほい、オッケー、下げ進もう。よし、多分あれでしょう。うわ、ここは任せてくれ。任せてと言われたらね、仕事の時間。プロトバースも切ればいいのにな。でもまあ、あれか、そんなにあれか、なんか戦えるっていうか活躍できる場もないから。よいしょ、いいね、よいしょ、うわ、よし、俺は世界を守りたい。いった、よし。これコンボ数がさ、すごい少ないからな、使いづらいんだよね。耐えなければ。よいしょ、やるな。よし、俺は世界を守りたい。よいしょ、危ない、よし、よし、オッケー、あとはもう撃つだけだ、オッケー、よし、よし、レベルアップ、レベル8か。結構みんないい、みんないい感じにいってるね。これちょっと強化しとくか。あんまり使わんとは思うけどな。固有攻撃ってことはあれか、あれ撃つときにあんまり消費しないみたいな、そういう話。大低減って結構だよね、多分ね。一回使ってみるか。そうかな、減ってる、減ってるか。あんまようわからんけど。よし、で、ボス戦が待ってるっぽいんだけど、オッケー、お魚ちゃう。よいしょ、よいしょ、危ない危ない、よいしょ、よし、オッケー、やるな。そこそこダメージもらったけど、完了だ。あとはボスがいるっぽいんだけど、バースでいけるかな。これ、あ、でもこれ翔ちゃんだよね、多分。あぶね、あー、寺尾さんか。今の避けるとはさすが仮面ライダーだね。王さん、ベラードーパンと親子の感動の再会と行きたいが、そうもいかない。ゼウス君から排除するように頼まれてね。せめて一瞬で楽にしてやろうと思ったんだが、そうもいかない。先を急いでの時に次から次へと。おい、フィリップ、心の準備はできてるか。ああ、こんな奴らに足止めされてる場合じゃない。さっさと片付けるよ、翔太郎。
これどうだろう、ダブルで行かせてくれないかな。お、いけるか。ダブルだったらまあまあまあいけるかな。どうだろう、微妙だな。メラトリガー、あんまりだな。よし、ヒートジョーカー、やばい。よし、今最高のトリガー当たんなかった。さてどうしようか。これでメトリガー、よしよし、やばっ、ほい、これでも結構きついな、やばっ。あーくそ、普通にいいのもらったな。よいしょよいしょ、最高でしょうか。やばい、よしよし。さてどうしようか。メラトリガー最高でしょうか。ああ戻った。あんま近づきすぎても良くないんだな。よし、危な、よし、やばい、よし、これでヒートメダル。当たってない、当たってない、ちゃんと当たってない。よしよいしょ、やばい、危な、よし、これでどうしようかな。何がいいんだろう。ヒートトリガー、やばい、あと一発なんか決めたい。最高のジョーカー、あー間に合わんか。これやばい、当たった、当たってないよな。よしよし、オッケー、よいしょ。これでもだいぶいい感じに削れてるけど、なんかすごい、なんか悠長な戦いになってるだけで、そんなに、よしよし。え、ヒートトリガー。当たる？当たった。よし。最高のジョーカー。オッケー、終わり。エクストリームで決めたいみたいなところあったけどね、溜まってなかったんだもの。なんとかなったな。油断するのはまだ早いよ。そうだな、こっちがメインだな。よし、やろう。早っ。おお、どうしよう、うん、やば、早っ、ちょ、危ない。最強上か。よし、これってどうしようかな。ヒートメタルでマキシマムドライブ。メタルブランディング。ギ、あーギリ、ギリ。よし。早かったな。めちゃくちゃ弱かったな。最強ジョーカー。ジョーカーマキシマムドライブ。ジョーカーエクストリーム。
ちゃくちゃ早かったな。ガイアインパクトは諦めんぞ。まだそんなこと言ってんの。ライト、さすがにユートピアとかは出てこないのかな。フィリップ大丈夫か。偽物だって分かってるんだけどね。ゼウスの罪は死んだ人たちへの冒涜だけじゃねえ。生きてる人間の思い出も踏みにじり上がることさ。だからこの借りは戦いで晴らそうぜ。そうだね、前に進もう翔太郎。よし、うん、とりあえずこれを破壊しよう。ちょっと届いてなかったな。よし、大したぞ。これで先に進める。制御灯を全て破壊。オッケー。やっぱあれだね、このゲーム原作見てないと楽しめないけど、原作見てるとすげえ楽しめるな。物資を運び込む搬入口。じゃあここを通ればセンタータワーに入れるってことだな。そうだ、ルートはこの一歩。何も起きないわけはなさそう。待ち構えてるだろうな。そうなると慎重に敵の様子を見ながら進むべきかな。いや、そうゆっくりもしてられないようだ。またセンタータワーの様子が変わった。コアエナジーの備蓄が完了したと見るべきだろう。あとは集めたコアエナジーを過剰摂取させる工程だけか。あとはね。わかった、行こう。すごい、もうパッて受け入れるんだもんな、ゼロワン君。しかねえか。はい、ということでここで一旦区切りましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。